術はうまくいっていました。怖え顔すんなよ。どこに隠してるのか教えてくれりゃいいんだ。勇気はねえってか。ミナ逃げて。大した根性だ。だがな、こいつは脅しなんかじゃねえ。助けて伊藤さん。なんだ、地面から光。アラン隊、補助電源の起動完了しました。気分はどうかね。フィレンダ、例のものを。いけません、少佐。この手術は少佐の方がはるかに負担がかかって。いいんだ。自分で渡したい。早く。子供たちが危ない。これを。タチ、バロットの複製品だ。君の力を増幅してくれる。だがこのままでは機能しない。カウントを刻まなければね。カウント？君が何をカセとするかだ。方法は簡単だ。カセとなる事柄を決めたらカウント認証といって、何をカウントするかを告げればいい。それは君を主として認識する。すぐに決めなくてもいい。ゆっくり考えたまえ。今はまずみんなを救わなければ。でも僕、太刀なんて扱ったこと。関係ない。確かに君は弱かった。時風くんや道安くんのようなウサギに比べれば亀だったかもしれない。だが感じないかね、今や。
君以外の全人類が亀になったということ。収まった。これまで人類が認識していた強さなど全て無力。もはや未来永劫誰も君を捕らえることなどできないのだから。さあ殺さない軍隊を始めよう。慣れるまでは極力ゆっくり歩くように。遅い。バカな。そうか、僕はものすごい速さで動いてる。だからシュメルマン先生は慣れるまで極力ゆっくり歩けと。ひなちゃん、みんな、お前ら僕の仲間に何をした。殺せよ。光が敵をなぎ倒していく。でもそれは決して怖い光じゃなくて、どこか間抜けでいつもエッチな二刀さん。すげえな光、閃光の一撃。閃撃が敵を撃墜していくわけだから。戦撃の撃墜を。いいじゃんそれ。殺そう。なぜ俺たちを殺さねえ。僕たちは殺さない軍隊だ。これから僕たちは殺し合いと戦争と戦う。そこにはきっと辛いことや悲しいことがたくさんあるだろう。でも大丈夫、みんながいる。時風、須田、みんな。行こう。一ノ瀬さん、みんなでならきっと乗り越えられる。僕たちの殺さない軍隊は今日始まったのだから。ケンジもいます。あ、死にかけてるけどな。血圧低下。なんか死んだじいちゃんがうっすら見えたよ。つらくっす、命がけで守ってこの扱いかよ。ああごめんごめん、今度手くらいは繋いであげるから。てよっしゃ。血圧上昇。命がけで守って手だけって、それでいいの。殺さない軍隊ね。いいぜ、先輩としてもう一つお前らに経験させてやる。何をする気だ。軍用プラスチック爆弾 C4、 それが全員で50キロ。
お前らごと吹っ飛ばすには十分だ。まあそう来るわな。さしずめお前が殺さない軍隊の隊長ってとこか、小僧。そうだ。じゃあこういうのはどうだ。この学校のどこかに核爆弾を仕掛けた。核爆弾。核は放棄しているはずじゃ。まさか戦争だけじゃなくて核の放棄まで騙してたっていうの。それが大人の汚ねえやり方ってやつだ。覚えておきな、ガキども。ひどい。ここがなくなったらどうなる。え、軍人の卵さんたちよ。ばあちゃん。こうなりゃ全員道連れだ。もちろん俺らもただじゃ済まねえがな。起爆スイッチは俺たち誰かの体に仕込んでやる。おっと、動くなよ。お前が少しでも動けばその瞬間起爆する。とはいえ止めるのなんざ簡単だぜ。のんびり手加減なんぞせず、スイッチを押す間もないほど一瞬で俺たち全員を殺せばいい。だが、できねえよな、この。なんたってお前らは殺さない軍隊なんだろう。俺たちの勝ちだ。殺さない軍隊などというお前ごとをほざいたことを、あの世で後悔するんだな。くたばれ！リヒト！抜いたな。どうした、殺さねえのか。もうやめてくれ。爆弾なんてそんなの起爆する必要ない。僕たちはお前らを追わない。だからスイッチを置いて逃げ。いや、どうあってもお前らを殺す。一人殺せば一日分の食料が、十人殺せば一月分、100人殺せば1年分俺たちの家族に回ることになってる。殺さない軍隊、正直嫌いじゃねえよ。だがよ、殺さなかったとしてその後その敵とその家族はどうなる。上に殺されるだけさ、じわじわなぶられるようにな。こっちを向け、小僧。いいか、この世界はもう手遅れだ。人が多すぎるんだ。ここで生きるには、お前らが死ぬか俺たちが死ぬか、この戦争は殺さなきゃ終わらねえんだよ。さあ、授業は終わりだ。これよりカウントダウンを開始する。全員起爆準備。イエスサー。俺たちはお前らを殺して家族を守る。お前はどうする。殺さない軍隊の隊長さんよ。死ぬ。ダメ、リヒトーさん。やめるんだ。ここで死んだらお前たちの家族だって。名誉の戦士なら金も食料もたんまり出るさ。キュー。リヒト、ダメ。でもこのままじゃ。ハチ。リヒト先輩。7。なんとか、なんとかならないの。6。5。4。みんな、約束する。僕たちは殺さない軍隊になるって。3。下がれ、リヒト。僕がやる。2。1。嘘。核爆弾なんて嘘さ。え、それでいい。いいか、小僧、生き延びろ。このクソったれな戦争を。
ごリヒト君。何これ、顔中血だらけじゃん、気持ち悪い。ちょっと顔洗ってくるね。大丈夫なのか、びっくりさせやがってリヒトのやつ。まったくよ、もうリヒトったら。違う。おい、いいんすか総長、ひなさんを追わなくて。リヒトさん、リヒトさん、リヒトさん。戦争は敵を殺さなきゃ終わらない、なのに僕は。違う、殺さない軍隊になるって言ったのに約束を破ったんだ。リヒトさん違う。何これ、まさか。時風、さらばだ。一体何を言っているんだジェイル。未来へ帰る時が来た。そんな、こんな時に。殺さない軍隊に、みんなをどうしたら。今すぐリヒトさんを救わなきゃ。でもどうやって、どうしたらいいの。いや、僕でよかったんだ。みんなはまだ間に合う。そうさ、僕が一人で敵を全て殺せば。カウント認証。僕のカウントはみんなの代わりに敵を殺した数だ。ああ、最初から変えることなんてできなかったんだ。あれは後悔なんかじゃなくて、この人の覚悟だったのだから。なんて愚かな人。誰もそんなこと頼んでいないのに、一人で勝手に全部背負って、たった一人で戦おうとして。でもなんて優しい人。わからなくなんか